YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、ゆうやです。はい、今日なんですけれども、今回も服のブランドを紹介していこうと思います。今回紹介するブランドはこちら、ホワイトマウンテニアリングでございます。ホワイトマウンテニアリングといえば、アウトドアを基本にストリートファッションを混ぜ合わせたようなブランドという認識が僕の中にあります。ステュディオスというセレクトショップでも取り扱われているブランドだと思いますが、少し前に大阪の店舗に行った時にお店の店員さんにそういうような説明をされたのを覚えています。そんな独特なアイテムを展開するホワイトマウンテニアリングとはどんなブランドなのか、今回も歴史や定番商品、それからコーディネートやホワイトマウンテニアリングについて思うことなどをこの動画でお伝えしていこうと思います。この動画が少しでも見ている人のお役に立てれば幸いですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですが、ブランドの歴史や概要からお伝えしていこうと思います。ホワイトマウンテニアリングは日本のファッションブランドです。2006年秋冬コレクションよりホワイトマウンテニアリングがスタートしました。服を着るフィールドは全てアウトドアというのがブランドコンセプトです。デザイン、実用性、技術の3つの要素を1つの形にし、市場には屈しない姿勢でものづくりを掲げています。デザイナーの一番好きなアウトドアをコアにしてファッションを表現していくことを目指しています。ホワイトマウンテニアリングのデザイナーは創立者でもある相澤陽介氏です。1999年、多摩美術大学の染色デザイン学科を卒業後、コムデギャルソンに入社します。入社後は純也渡辺の生産企画部に配属され、後に純也渡辺の企画アシスタントとなります。そして約5年の経験を経た後、2006年にホワイトマウンテニアリングをローンチさせ、今に至ります。ホワイトマウンテニアリングがリアルクローズを強く意識したワードローブであることはブランド名からも伺えます。アウトドアスタイルやアウトドアガーメンツに強い関心があったことや、実際に相澤氏もアウトドアが好きだったことでマウンテンという単語を入れたかったと話す相澤氏。その結果、アウトドアに特化したブランドだと思われることも当初は多かったといいます。プロスペックのアウトドアプロダクツを扱うブランドとはかけ離れた位置にあるホワイトマウンテニアリングですが、ハイテク素材を使用したアウトドアプロダクツをベースとしたワードローブを展開することも珍しくなく、ハイスペックでスタイリッシュなアウトドアガーメンツはホワイトマウンテニアリングを代表するアイテムと言えるでしょう。2013年、ブランドとして初めてモンクレールとコラボレーションしたアイテムを展開。以後2015年にはバブアート、2016年にはアディダスとコラボレーションを展開し、瞬く間に有名ブランドへと発展していきました。創立者の相澤氏自身も2018年よりハンティングワールドのクリエイティブチームに参加し、2019年には北海道コンサドーレ札幌のクリエイティブディレクターに就任など、多岐にわたり活躍しています。今後もホワイトマウンテニアリングのさらなる飛躍に世界中が注目しています。以上がブランドの歴史と概要になります。創立者でありデザイナーの相澤さんはコムデギャルソンに入社していたんですね。独特のデザイン性も納得のキャリアだなと思いました。そうなるとストリートファッションというよりはドメスティックブランドに近いイメージになりましたね。そんなホワイトマウンテニアリングの定番商品を続いてご紹介していきたいと思います。まず定番商品その1がこちらのゴアテックスラッケージマウンテンパーカーになります。こちらはその名の通りゴアテックスの素材を使ったマウンテンパーカーになります。ゴアテックスというのはある会社が作る防水透湿性素材のことなんですけれども、この素材は雨の侵入を防ぎ、風を防ぎ、蒸れないという特性があります。これはアウトドアにはもってこいの素材ですよね。ストレッチテクノロジーというのを搭載していて、肩などの運動量の多い部分へのストレスを軽減したデザインになっています。マットな生地感でクールな印象を受けますね。デザイン性も抜群なので、特に雨の時期のアウトドアの用途としては重宝するアイテムなんじゃないでしょうか。定価はだいたい10万円強という感じでしょうか。やはりいい製品なだけあってかなり高額ですね。10万円のアウターを買うとなればかなり気合を入れて購入しないといけなくなると思うので、もし興味のある方は十分に吟味してから購入することをお勧めします。近くのお店などでぜひ試着してみてください。続きまして2つ目がこちらのロングスリーブ T シャツになります。こちらは何の変哲もないロン T のように見えると思いますけれども、腕のスリーブのところにブランド名の文字があるのがおしゃれですよね。どこか懐かしい古着のような、今のストリートファッションのような、どちらのファッションにも合いそうなアイテムです。こちらは現在 ZOZO タウンの人気ランキングでも3位にランクインしているほどなので、おそらくかなり売れているであろうアイテムの一つですね。定価はだいたい1万8000円くらいという感じですね。
こちらもロンティーにしては高級なイメージですけど、今風なコーディネートを楽しみたい方はおすすめのアイテムだと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後に3つ目がこちらのホワイトマウンテニアリング×アディダスナイトジョガースニーカーになります。こちらはスポーツブランドとして有名なアディダスとのコラボスニーカーになります。アッパーサイドにはアディダスを象徴する3ストライプとともにホワイトマウンテニアリングのブランドネームのテキストがあって、タンのラベルやヒールにはブランドロゴや三角タブなどホワイトマウンテニアリングコラボならではのデザインが採用されています。こちらのナイトジョガーはアディダス独自のミッドソールテクノロジーであるブーストが採用されているので履き心地抜群のアイテムになります。カラーも2種類あって、僕はマルチの明るいイールの方が好みですね。こちらも今風のデザインで見ているだけでワクワクするようなアイテムですね。こういう動画を作っているだけあって紹介する商品全部欲しくなります。定価はだいたい2万3000円ほどになります。こちらはスニーカーとしては他のブランドとそこまで大差はないのかなというくらいの価格帯ですので、割と買いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。足というのは行動する上で一番負担のかかる場所なので、動きやすさに投資するという意味でも履き心地抜群のこのスニーカーを一足持っておいてもいいんじゃないでしょうか。ぜひこちらも気になる方はチェックしてみてください。以上3つのアイテムを中心にご紹介しましたけれども、その他にも様々なアイテムを発売しています。こちらのホワイトマウンテンイヤリングに関しては定番というほどのアイテムは存在していないのかなと思いますし、今回紹介したアイテム以外のものもたくさんいい製品を発売していますので、そちらもぜひよければチェックしてみてください。オンラインストアのリンクを動画下の概要欄に貼っておきます。では続いてホワイトマウンテンイヤリングのアイテムを使ったコーディネートの例をご紹介していきたいと思います。まず最初のコーディネートとしてはこういった感じがおしゃれだなと感じました。こちらはホワイトマウンテンイヤリングのブルゾンを使ったコーディネートですね。こちらもどこか少し古着っぽいようなコーディネートになってますね。ですけれども清潔感はしっかりあって今風のスタイルとミックスさせているようにも見えます。ブルゾンは目立つ色なんですけれども、それ以外のパンツやスニーカーはおとなしめの色で統一しているので、いい塩梅でコーディネートされているなという印象です。クロップドパンツで足元をスッキリさせるあたりもいいですね。そしてゴツめのスニーカーでストリートスタイルを演出しています。おしゃれなポイントが凝縮されたコーディネートだと思いますので、少し難しいかとは思いますが、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。続きましてこういった感じのコーディネートもおしゃれだなと感じました。こちらはホワイトマウンテンイヤリングのノーカラージャケットを使ったコーディネートですね。ノーカラージャケットというのは先日のダントンの紹介の時にも説明したんですけれども、襟のないジャケットのことなんですけれども、こちらのジャケットも見にくいですが襟のないタイプのもので、首元がすっきり見えています。こちらのコーディネートはストリートファッションっぽくてかっこいいですね。黒を基調としたコーディネートで統一感があって、僕は好きなコーディネートだなと思います。ドメスティックブランドらしいジャケットのデザイン性も相まって今風のコーディネートだなと思います。白のインナーをレイヤードさせたり、ハーフパンツとソックスの長さを気にかけたりと、おしゃれなポイントが結構多いように感じられますので、こちらも難しいかとは思いますが、ぜひチャレンジしてみてください。最後にこういった感じのコーディネートもおしゃれだなと感じました。こちらはホワイトマウンテンイヤリングのモッツコートを使ったコーディネートですね。ドメスティックブランドに近い印象になったと言いながら、今回紹介したコーディネートは全部ストリートっぽくなっちゃってすみません。でもやっぱこういう着方をするのはかっこよく見えちゃうんで、今回はご了承ください。これからの季節に真似できそうなコーディネートですよね。インナーにニットセーターを着ていて、パンツはおそらくスウェットパンツかなと思います。こちらの方も色を統一させていておしゃれだなと思います。キャップとパンツはネイビー、それからニットセーターとスニーカーはグレーで合わせていて、寒色系の色使いで冬らしさがありますよね。コートのディティールもかなりいいなと思います。こちらも約10万円ほどするような高級なアイテムになりますので、着心地とか質感がいいんだろうなと想像します。ストリート系のファッションと相性抜群だと思いますし、シンプルなコーディネートですので割と真似しやすいんじゃないかなと思います。こういうコーディネートが好きな方はぜひ試してみてください。というわけで今回もホワイトマウンテンイヤリングについて思うことをこれからお話ししていこうと思います。僕が一番最初にホワイトマウンテンイヤリングを知ったのは確か5、6年前に古着屋さんで見たのがきっかけだったと思いますけれども、最初は概要でも触れたんですけれども、本当にアウトドアに特化したブランドだなと僕も思ってました。そしてこちらのフリースベストを一番最初に購入したんですよね。
今も持ってますけれども、寒い季節にアウターの中に着るような感じでいつも着用しています。でも特段他のアウトドアブランドに対して機能性がいいという印象は受けなかったですし、デザインもシンプルなものが多いような印象だったので、なんか中途半端なブランドだなというふうに思ってました。こちらのブランドも僕が住んでいる高知県では取り扱っているお店がないので、古着屋さんで見かけることしかないから、そういう印象だったのかもしれないですね。ですが旅行に行った時とかにお店に並んでいるアイテムとかを見てみると、結構気になるというか心に残るようなアイテムもあったんですよね。そこから少しずつ意識するようになって、今では大好きなブランドの一つになっちゃいました。僕は背が低くて 161cm しかないので、自分に合うサイズがあるかどうかをいつも見てるんですけれども、ホワイトマウンテンイヤリングは0というサイズまであって、これがおそらく XS になると思うんですけれども、そのサイズだとぴったり着られるので好きになったというのもあります。ただ値段が高いという印象は今も僕の中で拭いきれてないところがありますね。他のブランドに比べて何か突き抜けたものがあるかというと、僕から見るとそうでもないかなという感じはするので、気になるアイテムがあったとしても買いあぐねています。この値段で買うんだったら他のブランドのあのアイテムも気になるから、先にこっち買っちゃおうっていう感じで、なかなかホワイトマウンテンイヤリングのアイテムは買えてないというのが正直なところです。ですけど最近古着屋さんでホワイトマウンテンイヤリングのシャツを見つけて、サイズも良くてかなり気に入ったので衝動買いしちゃったアイテムもあったりするので、アパレルの中のことは全くわからない素人目線からすれば値段がやはりネックかなと思っちゃいます。皆さんはこのホワイトマウンテンイヤリングについてどんな印象を持ってますか？ちょっとした感想でもいいので、コメント欄に何か書き込んでいただけると嬉しいなと思いますので、ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。どんな形かはまだわからないですけれども、今後いつかはアパレルのお店を立ち上げてみたいなとは思っているので、皆さんの意見を参考にしたいと思いますので、よければぜひよろしくお願いします。おしゃれ好きの人々にどうかこの動画が届きますように。というわけで今回はアウトドアを基調としたドメスティックブランド、ホワイトマウンテンイヤリングというブランドをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか？このように当チャンネルでは様々なファッションブランドの歴史や定番商品、コーディネートなどを紹介しています。これからおしゃれになりたい方やブランドについて詳しくなりたい方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価やコメントもぜひぜひよろしくお願いします。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。